ここは大垣市田原町。新しくなった大垣市役所のすぐ南側に位置し、小さな役木広場が整備されています。私たち大垣工業高校放送部は役木広場を訪れました。役木広場にはリウマチや鎮痛に効くウコギ、下痢や捻挫に効く梅、切り傷や怪我に効く青霧など約30種の薬用植物が植えられています。とても小さな広場ですが、多くの薬用植物が私たちの心を癒してくれます。実際に薬用植物に触れることができます。広場の脇には大垣の町が水の都と呼ばれるゆえんである自噴水の井戸があります。井戸からはこんこんと水が湧き出ています。水はとても冷たくて気持ちをキリッとさせてくれます。広場入り口には薬用植物を説明した案内板があります。おや？案内板の横に銅像がありますね。この人は誰でしょう？この人こそが飯沼翼斎なんです。飯沼翼斎は近代植物学の先駆者として草木図説を表し、蘭方医として活躍した大垣市の賢人のことです。この薬木広場は飯沼翼斎の植物学者としての功績を称え、飯沼翼斎の住居跡近くに整備されたものです。飯沼翼斎について近くにある奥の細道結びの地記念館に展示してあります。こちらが奥の細道結びの地記念館です。さあ一緒に見学しましょう。皆さんも飯沼翼斎生誕240年記念事業飯沼翼斎企画展に行ってみてはどうでしょうか。皆さんのご来場を心よりお待ちしております。